ワン、ツー、スリー。例えば君の顔に昔よりシワが増えてもそれでもいいんだ。僕がギターを思うように弾けなくなっても心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思い通り歌えない。それでもうなずきながら一緒に歌ってくれるかな。我ばかりの恥も響き渡る歓声もいらない。君だけわかってよ、わかってよ Darling。 夢が叶ったのの言葉が見つからないよ Darling。 夢が叶ったの、愛してる。たった一度の、たった一人の生まれてきた幸せ味わってるんだよ。今日がメイン甘酸っぱいデザートを食べるの。山も谷も全部フルコースで気が利くような言葉はいらない。素晴らしい特別もいらない。ただずっとずっとそばに置いていてよ。僕の思いは年を取ると増えてくばっかが好きだよ。わかってよ、わかってよ。ねえ Darling。 夢が叶ったの、お似合いの言葉が見つからないよ Darling。 夢が叶ったの、ねえ Darling。 愛してる。の片思いガゼレリ流シンプル簡単バージョンやってました。いやー、今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、もちろんショートカットバージョンです。フルでやりたい方コード進行一緒ですので、3番のところこうがっつり書き出してやってみてください。動画のテロップと一緒になんとかできた方、これ言葉ね、さっき見たけど載せるの難しいですけどね、なんとか動画でできた方も、やっぱり自分でノートとか紙に書き出してご自身だけで演奏できるようにやってみましょう。その時の参考になるようにガズのノートを写したいと思います。はい、ここ1番です。ですね、一時停止してメモってもらいたいんですけど、ここね、ここに点が書いてあるの分かりますかね。ちょっとちっちゃいけど、この点でね、ガズはリズムも測ってるんですよ。でこれも参考になるし、あとですね、よく見ると漢字のところがね、結構ひらがなで書いてるんですね。その早いところではその漢字で書く一文字にこのピンポイントでタイミング合わせるみたいな感じでやってるんで、まあもしこれが参考になればこういう書き方もありますよということを一例です。ちょっと見づらいなという方は、さっきもちろんさっきの YouTube の動画を一時停止してもらって書き出してもらってもいいと思います。あとですね、こういう、ここに下に矢印が書いてある。これはシンコペーションといって、後のかっこいいバージョン、後半のかっこいいバージョンでやるんで、これ後で解説していきます。はい、そしてこの、ここが、この人形がサビなんですけど、ここがまたキューンとするんですよね。これがかっこいいの。はい。そうなんですよ。ここがかっこよくて。で、ここはちょっと見てください。ここ。ラスト。これ繰り返しになるんですよね、サビ。2回目のサビでは、ここをエンディングで歌いますということになってますんで。まあまあ、これはね、動画を見てもらうと、この意味がわかると思います。そしてこれ2番ですね。1番とコード進行全く一緒で歌詞が変わってきますけど、この言葉の乗せ方がですね、もう本当にね、かっこよくも難しいというやつでございます。はい。で、ここにも書いてあります。ここ2番やったらまたサビへ戻ると。こんな風にやって、今のは、シンプル簡単バージョンはこれで終わったんですけど、かっこいいバージョンはここ戻ったらこれ2回やろうと思ってますね。オリジナルアレンジです。はい。そんな感じでガズレレの楽譜を公開しました。じゃあ出てくるコード解説見て。
コード6個なんですよ。これはね、結構いいです。コード言ってきます。C と Am と F、Dm、G7、Em7 のこの入門コード。これは結構、コードはですね、もう超絶簡単コードですよ、これ。この6個だけど、もう結局歌が難しいっていうのあるんですけど、伴奏は結構、大丈夫だと思います。はい、じゃあこの6個のコードの解説ですけど、この6個のコードはね、はい、これ、ドン!ガズレリ必須コードというコードのグループのメンバーでございます。スイスイ覚えられる動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきますね。この動画で、このガズレリ必須コードは覚えてください。これはね、楽しく覚えられます。三兄弟とか親戚とかそんな感じで面白おかしく覚えていくのがポイントになっております。はい、じゃあそんなことでガズレリ必須コードはやったということでございますけど、こっから、いよいよかっこいいバージョンの解説に入っていきます。これですね、一応基本的にはこれね、16ビートのリズムなんですよ。チャカ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 っていうリズムなんですけど、じゃあ分かりやすいところからいきますと、サビは16ビートのチャでいこうと思います。こういうのは16ビートのチャって言うんですけど、今回ですね、この16ビートのチャに、このマーク、さっきもちょっと楽譜のところで言ったんですけど、矢印マークが入って、これはですね、書いてありますけどね、リズムが前にスコーンと食い込んでくるシンコペーションというリズムです。これをサビで16ビートのサビで、16ビートのチャでサビでやります。ちょっとこのサビ、コードを出しておきますけど、この F と G7 の前に矢印が書いてあるんです。ここで食い込んできます。ワン、ツー、ツー、ダリン、ツー、ネガあなたの、あれが、ダーン。はい。わかった。じゃんだぜ、ダーン。これ G7 がダーン、ダダ、ダーンと前に来るでしょ。これ矢印がなかったら、ダーンだ、ダカダカ、ダーンだ、ダカダカ、なんだけど、矢印がシンコペーションってことは、ダーンスカダカ、ダーンだっすよ。こんな感じで食い込んでくるというところがあります。はい。なんで基本的には16ビートのチャと、このシンコペーションが混ざってくるということなんですけど、ここから、今日の、一番このかっこよく回り難しいところに行けて、こんな感じで、A メロの1番とか2番とか、こんな感じでやりたいです。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じ。これがいいですよ。ちょっとやってみると、例えば、君の顔に、昔よりシワが増えて、もこんな感じですよ。こう止まりながらアルペジオ、止まりながら16ビートのアルペジオという風な表現になると思うんですけど、まずですね、 C をじゃあコードを押さえましょう。でね、右手見てて、これアルペジオの基本ですからね、まず1弦と4弦同時に弾いて、次3弦2弦1、これで止めます。これ1-4-3-2-1で止めるんですよ。これが基本。でん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 。Am ではこう一回止めるみたいな。こんな感じ。これね、聞いてもらってどこで止めるか、二回弾くかっていうところがあるんですけど、基本的にはね、この、A メロのところをやると、C はやって、Em7 やって、Am のところは、一回だけ、うん、うん、うん、ダラダダ、ダラダダ、次、ダラダダ、つか、ダーン、またシンコペーション入ってきたでしょ。Dm の次の G7 で前にゴンと入ってくる。このフレーズがですね、もうほぼ締めてるんで、ちょっとここ練習してみましょう。1、2、3、例えば、君のタカタタ、青にだ、ここは止める。うんうん、はい、F 弾いて、ダーン弾いて、ダーン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 。はい。この最後の G7 のところは、アルペジオでもいいし、このストロークになってもいいと思います。ダーン、ダーン、ダーン、僕がダダダダ、ダダダダ。はい。ダダダダってやった後に、カチャッ。叩くのもかっこいいですね。音を止めるんですよ。でででって鳴ってると、止めるときにカチャッと鳴っちゃうんですよね。もうつまり止めるわけだから、音叩くというよりは止めると久しぶりカチャッと鳴っちゃう、そんな程度で言ってます。もう一回いきますよ。せーワン、ツー、スリー。例えばここね、君の顔に昔よりシワが増えても、それでもいいんだ。ここはストロークになっても、でもいいんだ。でやってもいいと思うんですけど、とにかくこの最後のところの Dm と G7 のところはシンコペーションが入るという、このですね、これを弾きながら、あの歌を歌おうって言うんですから、もう本当脳みそがですね、もう今もガズムでちょっとギンギンになってますけど、これがね、できるとまたこう、
気持ちがいいんですけど、やっぱり相当難しいというかですね、こうリズムもあるし、言葉の乗せ方とか音程もあるわけですからね、相当なんですけど、まさに今ゴールデンウィーク時間あるときにこういうのに取り組んでいくのがいいと思います。まずで、これもパート割りで練習するのがいいと思いますね。 A メロの1番をまずやるとか、こんな感じでちょっと全体ゆっくりやってみると、ワン、ツー、スリー、例えば君の顔に昔よりシワが増えても、それでもいいんだ。僕がタタ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 、こんな感じです。音を止めるときにカチャッと言わせる。ここがリズムに、打楽器的要素になるということで、これは相当難しいということなんですけど、はい。じゃあリズムの話に戻りまして、今日出てくるリズムは一応こんな感じ。16ビートのチャと16ビートのアルペジオですね。この弾き方でやってみようと思います。この2つの弾き方は、ここのリンク行ってください。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャと16ビートのアルペジオを動画で練習してみてください。はぁ、言えた。ですね。動画で全部なってます。で、16ビートのチャっていうのはいつもこのガズレレでも言ってるんですけど、結構難しいリズムというか、結構どころか大変難しいんですよ。まずこういうリズムの基本は8ビートというリズムがあります。ダンジャジャンジャジャ。このリズムができるようになって、16ビートっていうね、ジャンジャンジャンジャジャジャンジャジャになって、それにこう、チャを入れているのに、だんだんね、階段になってんですよね。それの、その8ビート、16ビートでチャにやっていくっていう、階段を登ってこないと16ビートでチャっていうのは一番最高峰のところにあるんで、ゆったりとやってみてください。あと16ビートのアルペジオは、本当は、こんな風なレッスンなんだけど、ここ、タララッ、タララッ、ここだけなんですよ。だから16ビートのアルペジオの動画、今日はあんまり参考にならないかも。さっきもちょっと何回もなっちゃうんだけど、1弦と4弦同時に弾いて、3、2、1、これ、タダダダ、タダダダ、この練習するだけでもだいぶいいと思いますんでね。はい。こんな2つのリズムで、かっこよくやってみましょう。何回も言うようですけど、このリズムとこの歌のね、タイミングとメロディライン、これ相当高難度な曲だと思うんですけど、ね、ガチャガチャしないようにゆったりやるのがまたポイントなんですよ。こういうね、もう、わーってなっちゃうんだけど、曲を聴いたら、すごく落ち着いて、しっとり感じるという。ここがね、深くもあり、面白いところでもあり、楽しいところでもあるということで、はい。ちょっとね、アクセクしちゃうんで、こう気分を落ち着けてやるのがポイントになると思いますけど、あとはやっぱりいつものことです。歌詞を読み解いて、このサビのキュンとくる感じをこう気持ちよく味わいながら演奏してみるのがいいと思います。それではやってみましょう。片思いガズレレルかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー。例えば君の顔に昔よりシワが増えても、それでもいいんだ。僕が青いのに行けなくなっても、心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思い通り歌えない、それでもうなずきながら一緒に歌ってくれるかな。バレんばかりの拍手も響き渡る、歓声もいらない、君だけ分かってよ、分かってよ。夢が叶ったの、折り合いの言葉が見つからないよ。たった一人の生まれてきた幸せ味わってるんだよ。今日がメインディッシュで、終わりの日には甘酸っぱいデザートを食べるの。山も谷も全部フルコースで、気が利くような言葉はいらない、素晴らしい特別もいらない、ただずっとずっとそばに置いていてよ。僕の思いは年を取ると増えてくばっかで、好きだよ、分かってよ、分かってよ。ねえダーリン、夢が叶ったの、もう愛の言葉が見つからないよ。ダーリン、夢が叶ったの、愛してる。ダーリン、夢が叶ったの、もう愛の言葉が見つからないよ。ダーリン、なったのね。
マの片思いガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。あー切なくてキュンとくる、だけどこっちも必死みたいな感じなんですけどね、まあ、こういうなんていうのかなバランスが取れてくるとよりねもうこの曲とか音楽が楽しくなってくると思いますんで、最初はね、まあ、どっちにしたって演奏に夢中になっちゃったり歌に夢中になったりとかもうねしょうがないと思うんですけど、やっぱこういうのも体験で慣れていくというね、何回も何回も大好きな曲だったら取り組めるわけですから、こんな時こそどんどん音楽で深めていきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。もう僕たちにはね音楽があって本当良かったですよ。まだこの楽しさを知らない方にぜひ皆さん教えてあげてくださいね。お家で音楽楽しんでいきましょう。そして皆さん新しいガズルの本がガズレレの本が出版されます。ガズレシピ、これねガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれねもうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですんでちょっとご確認いただきたいんですけど、ここに、紹介している動画貼っときますんでぜひご覧になってください。そしてね、今回新たに G プレイスという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり宿泊施設だったりもうあらゆる小売店さんまにちょっとご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレやわがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所というもう人が集まる憩いの場所ということもあり、でこのガズレレでも少しできるなんかこう社会貢献というかその売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って新しく始めてるサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も概要欄貼ってますんでぜひご覧になってください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできてこう一個の街みたいなイメージ、ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとねガズレレでねアプリがあったりするんです。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにねいつもつけてるこの水引きだとかこのストラップキャップだとか T シャツとか山ほどねいろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとねこれです。はい、ドーン、リットミュージック社から出てるこのね信号機みたいな赤青黄色みたいなこのね楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでねまあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。